ではお次はまたスペシャルゲストのユチュディドゥイン演奏家の小島俊博さんです。どうぞ。始まってないぞ。生きるファッションコンテストスペシャルゲストでお呼びいただきましてありがとうございます。ディジュリデーというオーストラリアボリジンの楽器なんですけどね、これの演奏を23年やってきて、これが美容と健康にとってもいいということに気がつきまして、7年前に世界で初めてメソッドを作ってディジュポ健康法というのを、やってます。で、僕はまあミュージシャンとしての活動をしてるんですけど、この健康法を全国に広めるようにということで今活動してて、ひなさんも先日このプラスチックのディジュポをゲットしていただいて、それからやってます。忙しいよね。はい、これがまたいっぱいやります。わかりました。そうすると2、3ヶ月後に小顔になってウエストが細くなって声がますます良くなって、はい、頑張ります、ということになるはずなんで、皆さん乞うご期待でございますね。で、今日はこのディジュリドゥという楽器をちょっと今から演奏しますが、なんか雅子さんっていう方が後ろで踊ってくださるようなんですけど、雅子さんいる？いないぞ。まあいいや、じゃあ吹きますね。後ろで踊っといてくれてよかった。この前で踊ってたやつが笑っちゃって膨らまない。いい迷惑。いやでも本当にありがとうございました。あのこれご興味持たれたらひなさんに言ってください。はい、ひなさん経由で。すいません、忘れてました。ごめんなさい。大丈夫よ。お疲れ様でした。山田陽子さん。テレビかな。はい、ここら辺にいいですか。はい。はい。お疲れ様でした。おはようございます。すごいですね。これはね、ディジュリドゥってオーストラリアの先住民アボリジンの楽器なんですけどね。うん、彼らはユーカリ使ってるんですけど、ユーカリでこの大きさだと 4,5 キロあるんで、重いんで、これはリュウゼツランという植物、アガベっていうね、あのアメリカ製です。それだとちょっと軽い。これ軽いです、はい。でも音、いい音出ますね。そうですね。あの音はもう全然。あ、佐田さんのサイン付き。佐田正史さん、大好きだった。去年10月にお会いできて。はい。佐田さんの前でも吹かれたんですか？吹き、そうですね。吹きましたね。ちょっとだけ。で、僕歌も歌うんで。はい。まあそんなことで、はい。でしかも今日はあの雅子さんの踊り付きダンス付きでしたけど、そうそうそう、
最初いないからどうしたんかな。忘れてたらしい。自分の出番が終わったんで、もう終わりかと。くつろいでたら呼ばれて。よかった、間に合ってた。ごめんなさい。いやいやいや、大丈夫ですよ。ありがとうございました。お二人でコラボどうでした？いや、僕は全然見えてないからわかんないけど。でもなんか笑ってったって。それで笑いそうだった。リハーサルで笑ってらっしゃったのに見えないように踊りました。あ、そうなの？見えると笑っちゃうって。笑っちゃったら。やばいやばいって言ってました。いや、でも楽しい。またやりましょう。ありがとうございます。素敵な演奏でした。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。今日のこのステージはいかがでしたでしょうか。いやいや、もうね、素晴らしいコンセプトでね、本当にゲストで呼んでいただいて、うん、まあ、先日ひなさんと出会って、ですぐね、こういうことを、まあ、呼んでいただいて、機会いただいて、本当にひなさんのお考えがね、素晴らしいんでね、まあ、これからもなんかいろいろね、まあ、応援させていただけたらなと、微力ながらと思ってます。はい、はい、素敵な演奏をありがとうございました。はい、この後僕は沖縄へ行きます。ありがとうございました。